はい、どうも皆さん、こんにちは。まるちゃんです。ということでね、今回なんですけれども、まあね、タイトルとかね、あのサムネを見てね、来てくれた方が多いと思うんですけど、まあこれよりね、もうのんきにのんきに散歩してる、まあボスの車がおるんですよ。なーにーということで、まあこいつをね、まあ一瞬で倒す方法、まあやっぱね、初動って、ああいうボス倒すのすごい難しいんですよ。なぜかっていうと、まあ、もちろんね、弾とかがないし、まあ武器も少ないと初動だから。で、よぼすぎ、痛い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 。お、ヤンキーおるんやけど、ヤンキーで、さらに言うたらもう漁夫が多いんですよね、初動だから。やっぱみんな初動で取りたいんで、まあ、周りからね、集まってきたりとかしちゃうんで、まあ、そういう漁夫とかが多いから、まあね、やっぱ倒すのは大変になってくるんですけど、まあね、一瞬でね、シールドを削って、まあ、そこから倒していく方法をね、皆さんに教えていきます。ということで、必要なものはこちらだけです。車とカウキャッチャーじゃないや、スパイク付きバンパーのついた車と、まあ、こいつさえあればね、ほんとに一瞬で、ね、まあ、倒せるんですけど、まあ、あとはね、まあ、マシンガンタレットでも、まあ、グレネードランチャーでもね、まあ、好きな、カスタムをね、つけて、で、ボスの車に、まあ、近づいていくと。で、ここで何をしていくかっていう話なんですけども、どこ行った？ボスの車、あっちか。まあ、これでね、やることは簡単なんですよ。もう、こうやって、ただ単に、もう、スピードつけるんですよ。こうやってスピードをつけて、で、スピードをつけてから、お前、ボスの車、パクってんやけど。はい。何が起きたかと思う。わかんないでしょ、みんな。何が起きたか分かってないと思うんですけど、今、まあ、突進した瞬間に、まあ、助手席にね、座席変更したんですよ。で、これ何が起きるかっていうと、これ、破壊力がえげつなくなるんですね。なぜかは分かんないんですけど、まあ、これで、普通に突進して、運転席で突進するよりも、助手席にね、座席変更して突っ込むとね、もうえげつない破壊力が生まれるっていうね。なぜかわかんないけど、まあそういう仕様なんかな。例えばね、2000HP ある、これじゃないもう一個のね、4人乗りの車があると思うんですけど、まあそれもね、この方法でやると、あれだね。この方法でやると、あ、ちょ、今のはね、ちゃんと当たってなかった。前輪浮いちゃってたからね。この方法でやると、ワンパンできます。はい。シュレッ！よし。まあね、なんでかっていうと、わかりません。はい。正直に、詳しい理由まではわからないんですけど、まあ、これでね、突撃すると、その、ボスってね、まあ、結構車に乗った状態で移動してて、まあ、シールドが多いんですけど、まあ、車に突進することで、まあ、一発でシールドが割れます。はい。一発でシールドが割れちゃうんで、まあ、あとはね、自分でつけてるタレットとか、グレーランドはね、もうちょん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 するだけで死ぬんですよね。まあ、これでもう一瞬で倒せます。マジで一瞬。まあ、今ね、ちょっとね、こいつらに取られちゃったから、まあ、あれなんだけど、大丈夫。死ぬくね、俺これ。うん。大丈夫、これ。まあ、ちょっとさっきのはね、まあ、実際ボスの車に体当たりはね、できてなかったんで、まあ、ちょっとね、わかりにくかったかなっていうのがあるんで、ちょ、もう一回ね、ちょっと、改めてか、うん、ボスの車に体当たりしたいと思います。あそこにいますね。ボスの車が逃げておる。これをね、体当たりすると一瞬でぶっ壊れると。EMP されたんだけど。おるとおると。変なやつおると。変なやつおると。変なやつおると。いるね。いた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 。はい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 。ボスの車もね、一瞬でぶっ壊せると。あとはもうこれでね、乗っけてる、まあ、カスタムしてる車なら、まあ、カスタムしてるものでね、バン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 打って、で、倒せばいいと。もうシールド削れてるんでね、もう倒すのは簡単ですよ。ぶっちゃけ怒んないね。後ろ下がりながらグレランポンポンポン打っとったらね、しばけまくるというで。はい、これでね、まあ、メダルを一瞬でゲットできると。まあ、これがね、まあ、ちょっと紹介したい技だったんですけど、もうちょっとね、さっきは邪魔入って全然できんかったっていう。まあ、これをするとね、もう一瞬ですよ。マジで一瞬。まあ、ただ、一つ注意事項なのは、その、突進した時にね、車の耐久値がね、500以下だとね、多分ね、爆発しちゃいますね。自分の乗ってる車も。結構ダメージ受けちゃうんで、まあ、それだけ注意したら、まあ、全然大丈夫かなと。まあ、この、乗ってる車は今800ないけど、バスに突進するか。まあ、このまま、突進したら、うん。やっぱ400、500はね、削れてしまうんで、自分も。まあ、これは注意かなと。で、爆発した時に、アイドル車爆発させた時に、まあ、自分の車も爆発して、二つの爆発に巻き込まれるとね、まあ、死んでしまうんで、まあ、そこだけは要注意かなっていうのはありますよ。まあ、そこさえ気をつければ、もうあとは突進しまくってれば、勝てます。で、これ、
物だけに、まあ、こうやってえげつない破壊力が生まれるんで、突進してもね、まあ、破壊力は同じです。まあ、車、人間に突進したらワンパンなんだけどさ。うん。これ、スピードをつけた状態で突進したら、まあ、ワンパンなんやけど、元から。まあ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 、これを使うと、まあ、ボスの車とか、まあ、他のボスの車じゃなくても、まあ、カスタムしてる車とかね、うざったかったら、もうこれで突っ込んだら、もうワンパンですね。おほら。え？な、乗られたんやけど。なんで？やめて。乗らんといて。普通に。泥棒やん。じゃあ、もうちょいだ。あたら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 。泥棒やん、もうちょいだ。俺もさ、検証しようと思ってるわけ。わかる？邪魔せんといてくれんかなあんま。ああ、君。あ、M、あ、M 悪い。おい、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 あと一発やん、君。邪魔せんといてもらっていいかな。こっちやろ？こう。じゃあ、OK。あ、なるほど。いらっしゃい。仲良くしようや。な、仲良く。お前、ええやな。もう知らんぞ、お前。知らんぞ、お前。知らんぞ、お前。お、お、あれだ。お、仲良くしようって言うだに。よくないわ。手出してきたのこっちですよ。怖い、怖い。よし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 。まあね、ちょっと今、実験できなかったな。ちょ、もう。高さ出るからさ、オフロードタイヤ。隙間下通ってまうよな、あれ。まあ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 、いいでしょう、いいでしょう。もう一回ちょっとスポーツカー見つけてやり直したいな、これ。さあ、スポーツカー乗って、カウキャッチャーかい。カウキャッチャーかい。いつも最初カウキャッチャーやねん、これ。で、ここでちょっと待つか。もうしょうがない。待つしかないわ、これは。ちょっとさ、これさ、カウキャッチャーじゃなくてさ、これでやったらさ、ぶっ壊れるのかな。カウキャッチャーでやってもぶっ壊れるのか、検証します。はい、全然ですね、これ。見て。もう全然削れない。50しか削れないね。50しか削れない。もう一回行こう。はい。あ、全然削れない。全然削れないよ、これ。こんなんね、もう全然削れないんですよ。これ一応ね、HP マックスにしておいて。はい、これまあ、ほぼ1500ですね。1500をここに目、ペッて置いといて、ペッて置いといたら、まあ、ここで、スパイク付きバンパーをつけると。で、こっからですよ、問題は。本当に壊せるんか、お前と。マルちゃん、ほんまに壊せるんか、お前1500で。思ってるかも。知れません、みんな。お見せしましょう、おらほいドン。はい、一発です。見た？あ、さっきのカウキャッチャー見た？一発50ダメよ。これ一発で壊せるから。まあ、これをね、まあ、ちょっとね、走ってる時にね、まあ、できたら、ま、相当いいんだよな。やっぱ、カスタムつけてね、走り回ってる車とか、ボスの車じゃなくてもね、まあ、いくらでもおるんで、まあ、そういう奴らにも使えます。で、ボスを倒すのにも使えますと。もう、こんなん覚えてたな、もうね、一石二鳥どころじゃないですよ。もう、最高よ。これでもう、車をボコボコにしていくと。で、自分は修理用トーチ持ってれば、爆発の飲まれても、まあ、一回離れて修理しちゃえば、もう、GG ですね。もうこれで、もう勝てる。ただ、中事故は EMP です。あ、お前も破壊したろ。うわ、おいよ。こういうことなんですよ。水着なー。はい。君倒してと。で、君も倒すと。OK。はい、ということでね、残りの敵は2人。これはもう勝ちます。はい。勝ちます。勝利宣言です。どこにおる？あ、10個おる。ちょうどええわ。見つけたで、やっと。ハロー。よし、いいね。ラスト1。ラスト1がどこにいるか。あ、そこにいる。もうありがたいね、最後出てきてくれ。最後の敵も可愛いです。はい、ということで、広いですね。はい、ということでね、まあ皆さんもね、まあこれ試してみてください。もうこれね、めっちゃ強いんで、一つ気をつけたいのは、まあね、初動でやると、まあシールドとかないとね、爆発巻き込まれた時、自分もそのまま巻き込まれて死んじゃうんで、まあ HP、車の HP と自分の HP を見ながら、まあシールドつけれたらシールドつけて攻めていくのがおすすめですね。まああとはもうシールドつけて、まあ車とつって、まあつけてるやつで残りの HP 削って取るっていう感じで、まあ皆さんも試してください。ということでね、この動画が良いなと思った方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。